今日は穏やかな天候に恵まれました。皆さんこんばんは。広島対中日オープン戦の模様を広島市民球場からお伝えします。まもなく試合開始です。この放送の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお伝えしてまいります。堀内さん、中畑さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回の表ドラゴンズの攻撃、1番レフト関川、ご覧のような数字です。ホームランは3本。初球を打ちました。金本落下点、取りました。関川レフトフライに倒れてワンアウト。対するバッターは井端。ボール。ライト前にうまく運びました。バッターボックスは3番福留。直球ボール外れました。ストライク。変化球で決めてきました。ランナー一塁に井端。ワンエンドワンからスライダー見送った。ボール。ワンエンドツーになりました。スライダー見送った。ボール。ワンスリー。ストライク。バットは出ませんでした。ツースリーからゲッツーコース、ダブルプレイ。川内、まずは初回を0点に抑えました。堀内さん、野口ですが、どういった印象をお持ちですか？そうですね、真っ向勝負のストレートは持ち味の一つになってますからね。1回の裏、カープの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは1番木村拓哉。ボール。変化球外れています。スライダーストライク。バットが回ります。ワンエンドワンになりました。内野ゴロ。井端取りました。一塁へ。木村拓哉内野ゴロに倒れてワンアウト。対するバッターは東出。ご覧のような数字です。ホームランは3本。カウントワンナッシング。直球見送った。ボール。ワンエンドワンからボール。インコース外れています。ワンエンドツーからツーエンドツーから速いボールできました。空振り三振。東出スイングアウトの三振に倒れました。バッターボックスは3番町田。ご覧のような数字です。ホームランは13本。縦のスライダー見送った。ボール。インコース外れています。ノーツー。さあこれで3球目。ストライク。ワンエンドツー。ストライク。立て続けにストライクを取りました。2エンド2から、これはいい当たりだ。センター追いつけるか、入るか。ホームラン。バックスクリーン。町田先制のホームラン。まさに執念の一発。ホームイン。1対0カープ先制。
堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。ストレートですね。対するバッターは金本。変化球打って内野ゴロ、ファースト取りました。金本内野ゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。1回を終わりました。1対0カープがリードしています。2回の表ドラゴンズ4番からの攻撃です。サードゴメス、ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングから微妙なところをついてきます。ボール、外れました。ワンエンドワンになりました。変化球打って内野ゴロ、抜けた。ボールはセンターからショートへ。センター前ヒットを放っています。バッターは5番の立浪。ストライク。まずは直球で決めています。カウントワンナッシン。一塁に牽制、川内盗塁の隙を与えません。直球見送った、ストライク。堀内さん、今日のピッチャーの出来どうご覧になりますか。出足は悪くないですね。まずまずの内容じゃないですか。そうですか。ゲッツーコース、ダブルプレイ。バッターボックスは6番山崎武史。変化球打ってどうか。町田落下点、落とした。ボールはライトからセカンドへ。カープ守備の乱れが出ました。記録はライトのエラーです。さあランナーを三塁に置いてバッターボックスには井上。ピッチャー振りかぶって第1球、初球を打った。ショート取りました。井上内野ゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。1対0カープがリードしています。試合はこれから2回の裏カープの攻撃。この回の先頭は5番ロペス。打率3割1分3厘。ワンナッシングからボール、変化球外れています。ワンエンドワンから、これはいいぞ、レフトに伸びてる、入るか。入った、入った。ボールはレフトの頭上を大きく超えました。大きな大きな特大アーチを描きました。ゆっくりとホームイン。2対0カープ1点追加。甘いコースに入ってきたところ見逃しませんでしたね。なるほど。そしてバッターは6番広瀬。ストライク、初球空振り。ワンナッシングから縦のスライダー、外れた。広瀬よく見ました。ワンエンドワンになりました。ボール、ワンエンドツー。内野ゴロ、ショート取って一塁へ。広瀬ショートゴロに倒れてワンアウト。バッターは7番の新井。新井背番号25。これは際どい、外れた。見送ります。高め外れた。1球2球と外しました。ノーツー。ボール、インコース外れています。
ノースリーからストライク。ワンスリーからスライダー、ストライク。立て続けにストライクを取りました。ツースリーからこれは決まった、三振。新井スイングアウトの三振に倒れました。対するバッターは瀬戸。ストライク。初球空振り、カウントワンナッシュ。微妙なところをついてきます。ボール、見送ります。ワンエンドワンからボール、ボールカウント、ワンエンドツースライダー、見送った、ストライク。ツーエンドツーからコーナーをついてきます。ボール、よく見ています。ツースリー。瀬戸、ショートライナーに打ち取られました。スリーアウトチェンジ。2回を終わりました。2対0カープがリードしています。ゲームは3回の表、ドラゴンズの攻撃。この回の先頭は8番中村、ご覧のような数字です。ホームランは4本。今日の試合の先発投手はカープ、川内、ドラゴンズ、野口、この両投手の投げ合いとなっています。外へ、ボール、外れました。内野ゴロ、新井取りました。一塁へ。中村、内野ゴロに倒れてワンアウト。対するバッターは野口。ワンナッシングからスローボール、見送った、ボール。ワンエンドワンから内野ゴロ、セカンド取って一塁へ。野口、セカンドゴロに倒れてツーアウト。対するバッターは関川。ご覧のような数字です。ホームランは3本。第1球ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングからストライク。1球2球とストレートで来ました。カウントツーナッシング。東で落下点。関川ショートフライに倒れてスリーアウトチェンジ。2対0カープがリードしています。試合は3回の裏、カープの攻撃。この回の先頭は9番川内。変化球、見送った、ストライク。ワンナッシングからストライク。変化球で決めてきました。カウントツーナッシング。ボール、1球外しました。ツーエンドワンになりました。インコース、空振り三振。川内、三振に倒れました。とにかくボール球に手を出しすぎますね。そうですね。対するバッターは木村拓哉。ご覧のような数字です。ホームランは10本。ストライク。バットが出ません。ワンナッシングからボール、インコース外れています。ワンエンドワンになりました。2エンド1からこれは決まった、三振。カープ、連続三振。そしてバッターは2番東出。先ほどの打席は空振りの三振でした。ワンナッシングからボール、見送ります。ワンエンドワンからス
ワンエンドツーからストライク。バットが合いません。ツーエンドツーからインコース、空振り三振。野口三振に取りました。3回終わりました。2対0カープがリードしています。4回の表ドラゴンズの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは2番井端。初球を打ちました。センター取って、ボールはセンターからショートへ。センター前にうまく運びました。バッターは3番の福留。中畑さん、ここで一発出れば同点のチャンスです。しかしね、ダブルプレーには注意しないとね。そうですね。ストライク、変化球で決めてきました。ワンナッシングから二塁へ。井端、二塁を奪えませんでした。気持ちは分かりますけどね、ちょっと気が焦ったかもしれませんね。そうですね。速いボールできました。空振り三振。川内、まずここは三振に切って取りました。そしてバッターは4番ゴメス。今日2打席目。ワンナッシングからライアフライ。ライトへ。町田落下点。ゴメスライトフライに倒れて3アウトチェンジ。2対0カープがリードしています。4回の裏カープ3番からの攻撃です。ライト町田。